この団体、実はもうてっきりプロの方たちが本当にやってると思って、プロの合唱団じゃないんです。この人たちは一体、今回のブンブンメッセンジャーは、すっかり春の陽気ですね。あ、こんにちは、高原恵美です。今回の主役がこちらの建物にいると聞きつけてやってきました。それでは私も早速行ってきます。やってきたのは国分寺駅から徒歩10分の本田公民館。あれ、何やら奥から声が聞こえます。ちょっと気になるのでこの扉開けてみちゃいます。の方がいらっしゃいます。歌を歌ってる。素晴らしい歌を披露してくれた皆さん、その正体は、国分寺市の民生委員児童委員の有志の集まりの合唱団です。民生委員って初めてちょっと勉強、不勉強で聞きまして、はい、民生委員ってどういった活動をされてるんでしょうか。民生委員児童委員とは、常に市民の立場に立って地域のさまざまな悩みを相談に乗り、解決のための手助けをしたり、専門機関などへのつなぎ役を担う非常勤の地方公務員のこと。現在、国分寺市にはおよそ60人の民生委員、児童委員がいて、それぞれに地域を担当。委員自身もその地域に住み、住環境を熟知しているので、安心して相談することができるんだとか。民生委員、児童委員が普段一体どのような活動をされているのか、今回は特別に民生委員になって17年の蓮見さんに活動の様子を密着させていただきました。これからちょっとご高齢の方がいらっしゃるので、そこに行きたいなと思ってるんですけど。民生委員さんの活動ってそんなところまであるんですね。平常時の見守りとして民生委員が行っているのが高齢者のお宅訪問。担当区域の75歳以上の方のご自宅に足を運び、話し相手になることで生活で生じる悩みを解決する手助けをしているんだとか。お宅訪問の際、民生委員はどんなところを見ているのでしょうか。普段の生活と変わりないかどうか、ちょっと様子見たり顔色見たりとか、まあそういうことですかね。蓮見さんが担当するのは国分寺市の北東部に位置する本田三丁目。この地域では75歳から104歳までのご高齢者がおよそ300人近く暮らしています。特に来てほしいという要望があった方や、困りごとのあるご家庭には頻繁に通うようにしているといいます。今回は98歳になられる、もう98歳、おばあちゃんはのところです。うん、腰痛があって、ちょっとっておっしゃってたので、その様子をちょっと聞きに行こうかなと思ってるんですけど。あ、松尾さん、こんにちは。おかわりありませんか。はい、今回訪問するのは御年98歳の松尾さん。コーラスを40年も続けられていて、とってもお元気。蓮見さんが民生委員になられた17年前から進行が続いています。マッサージするところってやっぱり言うと高くとる。保険でやったら来れるところがないかしらなんて言ったらね。うん、でもね、まあ
蓮見さんは普段の訪問の際にも直接悩みを聞くのではなく、自然な会話の中で心配事を探すようにしているといいます。この間ほら腰が痛いって言ってらしたけど、腰ね、あなたの、教えてもらって、この裏の方の何かの、あれ何だったかしらね、聞かれた。松尾さんに蓮見さんをどう思っているか聞いてみると、この方いらっしゃるからね、安心でね、心強い、そうですか、あら よかったです。17年間松尾さんを支え続けてきた蓮見さんには心待ちにしていることがあるそうです。今98歳なんですよね、はい、それで国分寺市では100歳になられたご高齢の方を訪問するっていうシステムがあって、市長さんとかそれから社協の方とか一緒に訪問するんですけど、もう2年で100歳になられるので、それちょっと心待ちにしてるんです。続いてお二人が訪れたのは、あそこちょっと見てください。はい、はい、何でしょう。なんか可愛らしい飾り付けがしてあるんですけど、はい、そうですね、本田児童館なんです。本田児童館、はい、お腹の中から最後までっていうのが私たち、関わる人なんですね。蓮見さんをはじめ全ての民生委員が兼任しているのが児童委員。4人の主任児童委員を中心に、子どもたちと保護者が安心して暮らせるように、心配ごとの相談支援を行っているんです。今度はその様子を見せてもらうことに。こんにちは、蓮見です。今日もよろしくお願いいたします。はい、ます、こんにちは、高原です、よろしくお願いします。蓮見さんは児童委員として月に 2,3 回ほど児童館を訪れて、子どもたちの様子を確認するようにしているんだとか。さらにお子さんと遊ぶための秘密道具も用意していました。それが、あのね、折り紙を3枚重ねただけなんですけど、これがコマなんですよね。お、すごい、結構しっかり回転しますね。すごい回るでしょ、小さいお子さんでも誰でも回るので、つかまなくても回せるっていう風になってるんですね。児童委員は子どもたちの見守りだけでなく、さまざまな児童問題について学校や児童相談所、子ども家庭支援センターとも共有し、毎年8月には一堂に会して問題解決を図る会を開催しているんです。本田児童館の方に蓮見さんがいて助かったことを聞いてみると、ボランティアで読み聞かせの活動をしていただいているんですけれども、図書室の中でゆったりとした時間を作っていただいて、誰かの読み聞かせとかを聞くという機会がなかなかないので、そういった機会を提供していただいているのはとても助かっています。さらに民生委員児童委員の皆さんが取り組んでいるのが、災害時の避難行動要支援者への対応。自力で避難することが難しい方のために、災害時には市の職員とペアになって要支援者の自宅を訪問し安否を確認。市の防災訓練も行われ、普段から要支援者とコミュニケーションをとっているんだそうです。これについて詳しく教えてくれるのが、国分寺市民生委員児童委員協議会の会長、内藤さん。見せてくれたのが、災害時に役立つように渡されている防災セット。この黄色い紙は一体、これですね、災害起きた時にこの避難行動要支援者のところにですね、どんな状況だったか、また誰が確認したとか、そういうところを表示するために、こういう用意しております。さらに入っているのがこのホイッスル。大きな声で助けを求めることができない要支援者がこの笛を吹くことで、
声の代わりに周囲に助けを求めることができるんだとか。その名もサバイバルホイッスル。これって結構大きな音が出るんですか？やってみましょうか。あ、いいですか、はい、ぜひちょっと試してみたいです。ということでホールを使って実験開始。まずは同じホール内で音を聞いてみます。その距離およそ15メートルですが、内藤さんお願いします。はい、わかりました、やります。しっかり聞こえますね。およそ15メートルの距離はしっかり音が響いて聞こえました。続いては1枚扉を隔てて聞いてみることに。ホイッスルの音が聞こえるのか。この扉、頑丈な扉を通してでもしっかり笛の音が聞こえます。最後はさらにその先、防音のための扉を2枚越えた先で音は聞こえるのでしょうか。この2枚の分厚い扉をあの笛の音は越えてくるんでしょうか。おお、聞こえますね。しっかり大きな音が聞こえます。こんなに頑丈な扉の先から笛の音が聞こえるっていうことは、体が動かない方もすごく安心して防災の時には使えるんじゃないかなと思います。民生委員、児童委員になりたい、そう思ったら内藤さんどうすればいいですか？はい、その声を聞きたかったんです。国分寺にお住まいの方の3年以上お住まいの方、3年以上、それがまず第一条件です、はい、で2つ目が、あの民生児童委員には年齢がありまして、はい、67歳以下の方をまずご推薦ということなんですね。なるほど、はい、そしてもう一つは大事なことはですね、選挙権があるって方、なるほど、それが大事です。その後、民生委員、児童委員の担当者と面談をし、市長、都知事に推薦され、厚生労働省に委嘱されることによって委員になれるんだそうです。最初に素敵な歌を披露してくれた皆さんは、現役の民生委員、児童委員の方や OB、OG の有志で結成された合唱団ル・リアン。普段の活動だけでなく、さまざまなイベントを通して歌を届けることで国分寺市を支えているんです。歌の持つ力について団長のシンさんに聞いてみると、上を向いて前向きに明るく生きていこうっていう、こう希望を私たち歌ってる方もですけど、聞いていただいてる方もね、こう心の中に染みて感じていただける力があるかなって思ってます。その町に住みながら町のみんなを手助けする、そのやりがいとは一体。こんなこと相談していいかしらとかいうことで、あの声をかけてくださって、あのその方をお役に立てたという時、ありがとうとかいう言葉を聞くと、あのとてもやりがいがあるなと思っております。年寄りから小さい子まで、なんかこう笑顔、笑顔がやっぱりこう帰ってくるっていうのが、まあ、一番のやりがいです。私のことを気にかけてくれる人が地域にいらっしゃるのねって言われた時に、生きがいとかやりがいではないですけど、すごく嬉しかったのを覚えています。はい、活動を通して帰ってくる地元の人の感謝の声や笑顔、国分寺市では民生委員、児童委員を募集中です。もう経験問わずです。もう本当にね、一般の方がこういう民生の方を知らなくてもできるような、そういうお仕事になっております。ぜひよくお願いいたします。最後はこの一言で締めましょう。国分寺ブンブンチャンネル。